上海ユダヤ難民記念館は当時の日本人居留地区内に日本軍が設定した無国籍疎開地にあり、ナチス政権人ヨーロッパから追われたユダヤ人たち2から3万人の中国での生活や当時の資料などが展示されている施設である。2007年に開設された地下鉄12号線ひさげ愛嬌駅2番出口から徒歩150メートル入館料20元人 記念館は本館と二棟の展示室からなり、本館は当時のユダヤ教会堂をそのまま利用し、2階一部と3階一部が資料館になっている。南側の展示室は映像を中心に、北側の展示室は当時の生活の様子や記録を見ることができる。また南館展示室にはユダヤ人に命のビザを発給した外交官の写真が展示されていた。 2015年の抗日戦争勝利70周年記念行事に合わせて改装されたが、展示は日本側の活動が負の側面を強調され、中国側の活動のみに焦点を当てた内容に変更された。杉原の写真は撤去され、何の銅像が展示室の入り口に新設された。中国側は日本軍が上海北部の日本人居留区に 無国籍難民確率を置いてユダヤ難民を保護した経緯を封印し中国がユダヤ人保護をしたこととして世界記憶遺産として国連教育科学文化機関に登録する申請作業を進めている。ありがとうございます。